両チームの選手がピッチへと入場してきます。画面向かって右側がホーム、赤のユニフォーム津江源金沢、右のサイドからダイレクトで中へ放り込んできた。一旦収めたい金沢ですが、甲府ボールが続いています。抜け出したリラ、リラのシュート、後藤が弾きました。まあ、前向きでこの長谷川選手がボールを拾うことができたので、しっかり前のスペース、リラ選手が走り込んでね、そこにスルーパスも通して、まあ、コントロールせずゴール目上げてゴールシュート。今伊藤監督から中村に声が飛んでいました。ここをつないでくる、山田陸、山田のシュート、後藤が弾きました。ブルーと見せかけて中のワンタッチでね、パスで、これ最後ボランチの山田選手ですけれども、こうチャンスと見るやいね、こうスピードアップしてね、長谷川つなぎます。野津田ワンタッチで縦、ここでリラです。ヒールで流して長谷川、チャンスになる甲府、逆のサイド関口もスピードアップしてきた。長谷川シュート、こぼれている、流し込んだ、甲府が先制、1対0。中村選手ですかね、最後押し込んだのね、行きましたよね、はい、でその相手のディフェンス動いたところを見て長谷川選手がカットインで、シュートコースしっかり自分で作りながら、最後はまあこぼれたボールをね、中村選手が冷静に押し込むっていう攻撃のパターンでしたけど、まあ、これ3人のね、リラ選手、長谷川選手、中村選手の意図がしっかり合わさって得点までつながりましたよね。中村は今シーズンこれで3点目。画面の左上にボール支配率が出ています。金沢 52%、大谷抜け出してシュート、キーパーの川田が弾きました。川選手触りましたね、ナイスセーブですね。ゴールキックですかね、ここはコーナーキックじゃなくゴールキックになりました。すでに試合はすでに動いています。ボックスの中仕掛けてくる、落とす、シュート、ポストに当たって決まった、2対0、甲府2点目、菅井のゴール、これが菅井にとってはプロ初ゴール。そしてはもうあそこで受ければしっかり振り抜くという気持ちでシュートだったと思いますけれども、それがいいコースに飛んで得点になりましたね。菅井秀弘、地元山梨県出身の選手、これがプロ初ゴールになりました。利き足の右足でなく左足で、平松が蹴ってきます、頭で合わせた、1点返した金沢、庄司のヘディング、庄司は今シーズンコーナーキックからこれが3点目です。そこの開けたスポットのところですよね、そこにうまく走り込んでうまく合わせた点、まあ、点で合わせてますけれども、はい、相手がゾーンディフェンスっていうところでこういう空いたスペースに、ね、しっかり入り込んでそこにボールを送り込んでくることができれば、杉浦恭平追いかけます。ここで試合終了のホイッスル、2対1、